早速なんですけれども、犬山市の防災交通課では現在交通と防犯に関する3つの補助事業を実施されているということで、一つずつご紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。まず一つ目の防犯対策費購入及び設置費補助金についてご紹介します。愛知県における、住宅侵入といわゆる自宅を対象とした泥棒の件数は全国的に見ても多い発生件数となっています。そこで市では自宅を犯罪から守る防犯対策として購入された費用の一部を補助しています。その補助の対象となる方は犬山市在住で、令和2年5月1日以降に市内の住宅に防犯対策を実施した方が対象となります。対象となる製品は防犯カメラやセンサー付きライト、カメラ付きのインターホン、防犯砂利、防犯フィルム、補助錠などが対象となります。補助額は購入設置した費用の2分の1となり、最大で1万円です。これから迎える年末年始は、侵入等も多発しますので、今からご自宅の防犯対策を考えてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。さあ、そして次2つ目ですね、特殊詐欺防止用電話機購入、費の補助金というのがありますが、これは一体どのような補助金になるんでしょうか。はい、特殊詐欺防止用電話機器購入費の補助金ですが、ご家庭の固定の電話機には金銭の振り込みや、悪質な詐欺などの、勧誘などの電話、迷惑電話がかかってきます。ほとんどの方が特殊詐欺やこのような悪質商法のことを知っておられますが、電話に出ることによって騙されてしまいます。騙されないために最も有効な対策としては、そういった電話をかけてくる犯人と話をしないことが一番です。こうした被害を未然に防止するのに効果的な特殊詐欺防止用電話機器の購入費を現在犬山市では補助しています。対象となる方は犬山市在住で65歳以上の方、またはその65歳以上の方と同一世帯一緒に住んでらっしゃる方が対象となります。こちらの補助金世帯1回限りで、購入設置費の2分の1最大5000円を補助しています。対象となる製品は、固定電話機着信があった際にこの電話は振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため会話の内容が自動的に録音されますなどの警告メッセージが流れる迷惑電話防止機能付きの電話機や、現在お使いの電話機の電話回線に接続するタイプの自動録音装置、迷惑電話の着信を拒否する装置が対象となります。この補助金を利用して特殊詐欺対策として効果的な電話機器の設置をしていただきたいと思っています。ありがとうございます。では3つ目、最後になりますが、高齢者後付け安全運転支援装置の購入または設置費の補助金というのがありました。これはどういったものでしょうか。はい、こちらの補助金はですね、現在お乗りいただいている自家用車に後付けする、踏み間違い防止装置の購入設置費の補助となります。こちらの対象の方はですね、犬山市在住の65歳以上の方で、現在有効な運転免許証をお持ちの方です。補助額は購入と設置費の5分の4を補助させていただきまして、装置により上限額が若干変わりますが、最大で3万2000円の補助が出ます。国からの補助もこちらの方はありますので、実質個人負担としては2万円程度で設置が可能となります。対象の補助の対象となる装置が決まってございます。国土交通省の性能認定を受けた装置で、一般社団法人次世代自動車振興センターが認定した後付け装置取扱い事業者、かつ愛知県内のそのような店舗で設置した装置が対象となります。
こちら、今のところですね、今年度限りの補助となります。先ほどご紹介した2つの補助は来年度も継続しますが、こちらは今年度限りの補助となります。申請期限は、令和3年2月1日となります。10月15日号の広報とともにこちらチラシも回覧しますので、ぜひご検討いただいて、申請の際はお早めにお願いしたいと思います。以上3つご紹介させていただきましたが、それら詳しい内容についてのお問い合わせは犬山市役所3階にございます市民部防災交通課までお願いします。電話番号を申し上げます。 0568-440347 0568-440347 です。おかけの際は、おかけ間違いのないようによろしくお願いいたします。ということで、お越しいただいたのは犬山市役所市民部防災交通課の田中慎一さんでした。本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。